いよいよ納車ですということで向かっております。はい、おはようございます。昨日ですね、ついにパトリオットが、納車されましたということで、ちょっとね、あのドライブデビューをねしていきたいと思います。レビューかな。幅が1m80 ちょっと、1810かなっていうので、まあ、そんなにコンパクトではないですけども、大きいわけでもない車ですが、ちょっとこういったね狭い道は、こういう大きい車とすれ違ったらちょっとねやっぱでかいなっていう気がします。はい、であとね、やっぱ僕、この先踏切です。はい、ありがとうございます。僕ですね、このパトリオットっていうのもジープっていうのも全部初めて、まあ言ってみれば外車というのもそんなに経験がないんですね。で、一度左ハンドルのシボレーの、トレイルブレーザーを乗ったことがあるんですけども、まあその時と一緒で、このウインカーとかね、ワイパーとかの操作するレバーが逆なんですよね。これ慣れなかったらやっぱすぐウインカーを回そうと思ってね、ワイパー回してしまいますね。こちらがウインカーとかライトとかですね。はい、で乗り心地はですね、とってもソフトな感じはするんですが、ちょっと段差とかを踏んだりとかしたらやっぱ足回りが硬いというか、ガタンという形になりますけども、嫌な足回りではなくて、まあ、すごくね乗り心地はいいですし、まあ、機敏に反応してるっていう、まあ、そんな印象も受けます。まあでも普通のね、国産の普通車っていうか、こういう背の高い車、 SUV とかじゃない車と比べたらね、やっぱ乗り心地はちょっとねゴツゴツしてるしって感じはしますね。でも四駆全般にそうなんですけども、タイヤがごついやつはねブレーキがかかりがちょっと甘いような気がするんで、国産の四駆は、ランドクルーザープラドとか、ハイエースの四駆とかね、乗ってたことがあったんですけども、まあ、その時も一緒で、ちょっと普通車よりは機敏なブレーキのかかり方はしないなという印象ですね。でもまあ別に問題は全然ないですね。はい、ということで、運転しております。でとですね、これは通常は FF で走っててタイヤが滑ったら自動的に後ろのタイヤにも駆動を分配するという、システムを組んでるということなんですけども、一応ここに 4W6 っていうねボタンもありまして、まあ最大 60% を配分するっていうふうに言われてるんですけども、一応その四駆のボタンがあります。一般に言われる四駆の副変速機っていうのはもうないんですけども、パトリオットに関してはこのボタンで、万が一の時は回避できるんじゃないかなというボタンがついてますね。あとシフトレバーなんですけど、これ映ってるかな、映ってないかな、パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブ、これだけしかないんですね。で、ジグザグジグザグって動かしていくタイプですけども、このタイプなんですが、あれですね、 CVT なので無段階変速なんで、変速をつけるようなそういう機能ついてます。でよくあるじゃないですか、こうこっちに倒してマイナスマイナスプラスプラスってあるじゃないですか。まあそれと同じようなものがついてるんですけども、これの場合は、ね、横にマイナスマイナスプラスプラスなんですね。だから普通はガンガンゴンゴンってやるんですけども、これは横に動かすっていうタイプなんで、まあ、ちょっと慣れが必要かなと思います。はい、今やってみますね。今5速に入ってます。これ6速なんでね、でここから横にこうやってエンジンブレーキが効いていくという感じですね。はい、で戻すときは、プラスの方向に1秒ほど、グッと押し込めば
ドライブに戻ります。1秒ないかな、 0.5 秒ぐらいかな、まあ、そんなね操作方法になっております。まあ至ってね、乗り心地は良くて、まあ、いいですね。パトリオット初めて乗りましたけども、目線はまあそれほどやっぱ高くないですけども、普通車が横を通っていけば運転席は、パトリオットよりも普通車の、座席は低いかなっていう感じですね。まあ、当然普通車乗ってるよりはこの運転してても目線が高くて、視界が広くてね、よく乗ってるなっていう気持ちになりますけども、まあちょっと日本車で言えばラウンドクルーザーとか、ハイエースとかあの辺の類に比べたら当然ね、地上最低高も低いですし、座席の位置も低いなという感じになっております。はい、まあ、とはいえですね、これこっち行くかな、とはいえですね、4クラシックツアーはね十分ありますね。はい、まあ、装備的にはまあ、ナビは社外品なんですけどね、ケンウッドの色彩がついてます。それとここはオートエアコンですね。でその下にスイッチがいくつかあるんですけども、シートヒーターであったりとか、よいしょ、まあ、ライトのねこの上下をね変える、そういう装置であったりとかついてますね。ハンドル周りは、ハンドルパネルを操作するボタンと、まあ、それとクルーズコントロールのボタンがねついてます。これねシート位置なんですけど、前と後ろ、それとなんかこう上下かな、膝、太もも上げるのとお尻上げるのは電動なんですよ。ただリクライニングは手動かな、ちょっとまだ試してないんですけど、で今、ちょっとだけね座高を上げました。そしたらね前がすごく見やすくなりましたね。これぐらいがいいかもね。さっきまではちょっと座高を下げてたんですよ。およそ200メートル先、馬込駅前を先頭に200メートル渋滞しています。了解です。燃費についてちょっと話しましょうか。まあ、昨日納車されたんで燃費もクソもわからないんですけども、なんとこの車今までレギュラーガソリンを入れてたらしいです。でもう9年落ちで10万キロ走ってるんで、それずっとレギュラーでやってたらしいんですけど、給油をしようと思って給油キャップのとこ開けたらプレミアム限定って書いてあってあれって思ったんで、まあ、ちょっとね、もうお年寄りの車になってるし、これからどうのこうのなるか分かんないんですけども、まあ、プレミアムガソリンを入れようと思って廃屋をね入れました。で燃費なんですけど、まあ、その前のね入れた時からメーターゼロにしてねされてたということなんで、計算したら6.8 とか9とかで、まあ、7ぐらいいってましたね。で一応これね、あとどれぐらいエンプティまで走るかとか、今のアベレージはどんなもんかとかいう機能がついてるんですね。で自分で、それをちょっとねまだ乗り始めて見てるんですけども、自分で乗り始めて、かつガソリンを入れてからね、まだ66キロしか走ってないです。 66.3 キロしか走ってない。でもともとガソリン入れた時にあとどれだけ走れるか、何キロトゥーエンプティのところが462キロになってたんですね。だからこれタンク51リットル入るんで、まあ約50リットルで460キロ走るというふうに最初のセンサーが判別をしたみたいなんですが、まあ、その後高速等を乗ったんで主にすごく伸びていってですね、462って書いてあったのが、結局乗ってもですね増えていってですね、50キロ走った段階でまだ450以上走るとなってたんで、走った50キロとあと残り450キロ走れるというのを足せば500キロ走れるという計算になるんで、それを50リットルで割ったら
リッター10ぐらいいくよっていうね、まあ、そんな表示になるんじゃないかなと思いながら見てました。で、今日ね下道を走ったら、だんだん減ってきて残り415になってます。これに今の66を足したら480ぐらいかな。なのでそれでも伸びてますよね、最初の462から。でこのままいけば、まあ、9とかね8とかいくんじゃないかなみたいな感じですけども、まあ、どうなるか分かんないですね。2回ぐらいねガソリンを入れるのを2回ぐらい経て平均取ってねどんなもん走るかいうのを見ていきたいと思っております。でそのレギュラーと配役問題なんですけども、まあ、レギュラー入れててもノッキングもしないし、言ってみればね、オク単価がアメリカのオク単価よりも日本の方が高いので、問題はないと。むしろ日本のレギュラーの方がアメリカの配役よりもいいんだという話でした。やっぱ10円ぐらい違うんですね、日本のレギュラーと配役は。まあ、その10円で50リッターやから満タン差500円違ってくると。まあ、月に2回満タンしたら1000円、これを1年考えたら年間24000円、ガソリン代だけで変わってくるとみたいな計算になるんですが、まああんまりねこんな車乗るのにねちまちまそこを計算してても楽しく乗れないなというのもありますし、もしね、ちゃんと配慮を入れることによってちょっとでも燃費が、伸びればね、下手に10円、1リッター10円をせこるよりは全然経済的になるんじゃないかなと思いますんでね、まあそんな感じなんであまり気にせずにね、乗りたいなと思っております。とはいえ、もったいないんでね、ガソリンいっぱいね、炊くのは、まあ、それと経済的にもその環境的にも悪いんでね、まあ、気にしながらはと思って、走行するレーンにご注意ください。はい、気にしながらと思ってるんですが、何でしょう、今のナビの声でね言うこと忘れました。はい、思ってるんですけども、まあ、7とか8とか9とか行くんやったら全然いいんじゃないですかね。ね、なので、まあ、こんなねパトリオットみたいなジープっていうようなね車乗っても燃費が、まあ、7とか8とか9行くんであればね、まあ15の日本車乗ってるのも一緒じゃないですかね、まあ、そんな風に思います。はい、ということで、ちょっとね燃費について思うことを語ってみました。それではまた。